ジャイアンツで。はい、行ってきました、ね。これおもろいなっていうピッチャーいた。シーズン中から注目はしてて、うん、まあ他のメディアにも少しこう宣伝はしてるんだけど、うん、まあ井上春人。井上春人。うん。これちょっと皆さん覚えといてね、井上春人っていうのは。まだまだ勝つ駆け引きっていうのはそこまで持ってないんだけど、ああそう。やっぱり投げられた。もうごめんね、そのジャイアンツの方はあんまり見てなかったからわかんけど、うん、その井上君っていうのは1軍で投げたことあるの？投げた。1軍で1勝したの。1勝してるんだ。うん。7、8試合ぐらい。チャンスをもらっていて、惜しい試合もあったんだけど、一応何考えとしてはやっぱり頭で使えるような先発で育てたいっていうのは、まだ3年目なんで、来年4年目、うん、あ、まあ、大学の4年からちょうどそうですね、だよね、侍ジャパンの壮行試合を東京ドームでやって、うん、はいはい、やったね、時に、まあ、期待を込めて先発、あ、その頃投げたの、うん、3イニング投げて、まあ、1安打ぐらいで抑えた。